どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、ストラクチャーデッキがなんかまた登場しましてね、あのキングオブ今更モンスターが追加されたんですけども、キングオブ今更モンスター、この、EXNO の復活っていうね、今更復活したところでそんななんか環境になんかその多大なる影響を及ぼすかと言われると、マジ本当そよ風みたいなあののしか流れないんですけども、英語デッキ組んできたんでやっていきたいなと思います。ガルドニックスっていうのがまあ一応ね、結構強くてですね、あのカードの効果によって破壊されると、まあ相手でも自分でもいいんだけど、破壊されると次のスタンバイフェーズに、特殊召喚されまして、で特殊召喚成功すると、自身以外のモンスターを全部破壊するよっていう効果ですね。だからあの結構豪快な効果を持ってまして、で一応戦闘で破壊されると炎王をリクルートできるから、まあ戦線あの離脱じゃねえや、戦線維持もある程度できるんですけども、こいつよく見たらこれどういうポーズ、これなんかなんとも言えないポーズしてますよね。でまあこのモンスターをじゃあだからどうやってまあ活躍させていくかっていう話になるわけですけども、ですね、まあ、要は効果で破壊すれば特殊召喚してなんかボン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 破壊してくれるんで、まあ、とりあえずまず1回目の破壊は手札からしちゃえばいいって話がありまして、例えばですね、まあ、役者とかですね、まあ、ネフティスギミックで役者破壊するみたいなのとか、あと孤島で破壊するとか、あとこの祈り手で破壊するとか、まあ、いろいろあるんですけども、この破壊する手段をまあ用いてこのカードをまあとりあえず効果で破壊して、でスタンバイフェーズにボンボンまあ出しまくるという、これね、ネフティスと違ってこれ次のスタンバイフェーズなんですよ。だから相手ターンとかでも出てこれるんで、まあ、ある程度ね、ネフティスよりかは少し使いやすいですね。ネフティスは自分スタンバイでしか発動しないけど、これは破壊された次のスタンバイで戻ってこれるんで、でね、まあ破壊ギミックは役者と孤島とネフティスの祈り手で、祈り手で要はこのネフティスとかこの送信とかね、これを持ってきながら、破壊して、でもちろんこいつの効果で破壊されると、ネフティス魔法トラップ持ってこれるんで、儀式持ってきたりとかできるんで、まあこれ相性がすごいいいですね。で、まあ、課題は何なのかっていう話がありまして、やっぱどうしてもそのワンキルされちゃうじゃないですか、今この環境で。で結構そのガルドニックスって自分以外の、まあ、モンスター全部一発するので、だいたいこいつ一体となっちゃうんですよ、フィールドが。まあうまいことやると、まあ役者隣にいるとかあるけど、まあ大体こいつ一体とかなっちゃうんですよね、ネフティス一体とか。だからそいつ突破されてそのターンでキルされちゃうと死んじゃうんで、まあ、それを防ぐためのカイトロイドと、波紋。これね、なんでその波紋とか入ってるかというと、クリボードじゃないかっていうと、そのこのデッキマジ積むモンスターめっちゃ多いんですよ。例えば、シラヌイのホムラガミとか、破壊大佐ですねとか、呼吸トスとか、あとデストロイサムライとか、なんかその破壊耐性とかあるやつってなんかマジで無理で、とかもうホムラガミマジ無理なんですよ。その、まあ、レベル上昇とかでホムラガミって今、まあ、高校行った目でも先行行った目でも出てくるじゃないですか。あれがほんまに無理、もう生理的に無理ってやつ、マジ勝ってないんですよ。だからもうしょうがないから、僕波紋とかでお茶に濁したらその、まあ、ワンチャンにかけるみたいな札ですね。これはなんかほとんどされんだけどね、もうホムラガミなんて来たら、もうそういうデッキなんでしょうがないと割り切って使っていただきたい。はい、というわけで、ね、まあ、ちょっと若干のスクー枠みたいなところあるんですけど、炎王ストラク、で作った炎王デッキ、まあ、通称反復横飛びデッキやっていきたいと思います。デュエルスタンバイ。お、さあお相手の方、遊戯さんじゃないですか。行くぞ遊戯。これスクー枠かなと思ってたんですけどね、このデッキ。まあそこそこ、まあそこそこですね、そこそこです。ホムラガミとかコキフトスが一生抜けないんですけど、まあ、そこそこです、そこそこ。ああ、なるほど。まあこれはまあとりあえずも死なないと思うので、様子を見ましょう。カイトがあればある程度まあライフ守れますのでね、ある少しこういう少し事故ってもなんとかなるっていうのはあるんで。なるほど、まだ動けないか。まあね、動けなさすぎるとボツになるよ。動けなさすぎると動画ボツになっちゃうけど大丈夫、ユギ君。相手もなんだよこのデッキ、どういうデッキだよ。
あ、やっと来た、 OK。 MO のことは発動させていただいてよろしいでしょうか。コスミックサイクロンはちょっときついですよ。コスミックサイクロンだけやめてください。 OK、 大丈夫だ。コスミックサイクロンちょっとやめてくださいね。コスミックサイクロンやめてください。ほんまに、よし、 OK OK。 役者持ってきて、ちょネフティスしたいんですけど、ちょネフティスないので、あの役者パイセンで殴りましょう。これサンクセってこれ何、これ1800って偉いよね。この土点これディスティニードロー一生されないんで、こいつで殴ればなんかされるんだったら別によくて、ああ、まあ全然いいよ、全然いいや、全然いい。使ってくれたのはありがてえ、使ってくれたのは全然ありがたくて、スタンバイフェイズに何もいないフィールドにガルドニックスパイセンは降臨します。自身以外のモンスターを全てぶち壊すと、全てをぶち壊す。イタチカーン、何イタチカで、まあ戻される分にはまあいいか、戻される分にはもう一回使えるからまだいいか。まあ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 、妖戦獣パターンですね。了解しました。妖戦獣はね、僕もね結構好きなタイプのデッキなんでね、なんでかわかりますか。なぜ僕がこの妖戦獣が好きかわかりますか。すげえうざいからです。すげえうぜえデッキだから、なんかうざいじゃん相手してると。だからね、うざいデッキっていうのは使われるとね、うざいけどね、使うと楽しいんですよ。はぁ、モノバリアウェブフォースが打てるのはお前だけじゃない、強い。エンオーのことを発動、お前だけじゃねえんだよ、波紋使いは。ジョジョかな、ジョジョだこれ。山吹色の波紋疾走はサンライトイエローオーバードライブ。ガルドニクスでいいんじゃないこれ。ガルドニクスでいいや。なんかネフティスはどうでもいいや、もうネフティスちょっともう1枚来たからもうどうでもいいや。なんかここぞという時に役者破壊して出すわ。でとりあえずこれ殴るわ。さあガルドニクスパイセンがまた出てきますけど大丈夫ですか。さあそのカードは一体何なのか。まあずっと光ってると思うけど、あのなんだっけ、妖戦獣のいたしかぜみたいなやつだと思うんだけども、まあ一回ちょっと使わせたいのでこうしまして、バチコリやりまして、バチコリやりまして、で役者パイセンの効果を発動しまして、ループ入れた方がいいのかっていう話もあるけど、まあここネフティスですね。ネフティスでぶん殴っていきましょう。戻されます。はいはい、オッケー。読んでます、全然。全然読んでる。全然読んでる。まあ、ワンパターンですからね、ある程度。彼らの戦い方は、まあ、そこそこワンパターンなんで、そんな難しくない。妖戦獣は。読むのはね。さあ、あと残り手札は3枚。あの、ワンドローマン引かれるとちょっとめんどくさいね。あの、ワンドローマンが一番強いんですよ。妖戦獣って。全然いい、それは。それは全然いい。あの1枚さ、イズナムチみたいな人間、それはもうちょっとあの1回耐えまして、イズナムチみたいなやつ一番強いんだよ、あれあれ一番強くてよ、あのワンドローを毎回毎回入れてくるのが一番強いからよ、妖戦獣って。ああ、強いやん、これめっちゃ強いやん。でネフティスでパーンやって、バーンやって、もう1回次のターンの魔法トラップ全部っぱできるよう体勢整えて、でガルドニクス捨てながらの鳳凰神持ってきて、あー、出せんのか、出せんのか、出してもいいね、出してもいいね、別にカイトロイドとかあるんだったらまあ使わせればいいから、これ出してもいいね。どうせガルドニックスでぶっ破するから、どうせガルドニックスでぶっ破するんで出しちゃって、もうこうループ入れといて、でダイレクトアタックかましていく。でなんかある、多分さすがに、さすがになんかある。あー、大谷翔平ね、大谷翔平来た、大谷翔平特殊召喚成功して何もしない、殴らない意味ないから、でエンドフェイズ、自分スタンバイフェイズいいですか、自分スタンバイフェイズいいですか、自分スタンバイフェイズいいですか。ガルドニクスパイセンの効果は発動、はいどーん戻すのやめて、戻すだけちょっとやめて、戻すのちょっときつい、落ち着こう一回、はいほいー、はい最強ガルドニクス最強。さあもう一人の俺対決もう一人の俺様対決していこう。炎王の孤島の効果を発動、炎王の孤島によってガルドニックスをバチコリと壊し、ガルドニックス持ってきてやるぜ。死なねえとみたい、これ多分ブルーアイズだから死なねえ、
ブルーアイズだから死なねえ理論説。じゃあコスモブレインのあの方のブルーアイズだとちょっとあれだけど、多分今そんなにコスプレのタイプのブルーアイズ多分いないと思うんだよね。多分だけど死なないと俺読んでる。ここはさあ海馬社長、さすがに海馬使ってるからまあブルーアイズだと思うんだけど、意表をつかれるってこと多分ないと思うんだけどだよね。オッケー、青木の剣士、オッケー、青木めの剣士で、あとまあ罠がね、因果切断とかが結構きついんで、因果切断とかにこう炎王炎冠を当てて、あ剣士なるほど、はいはい、あ白霧霊竜か、白霧霊竜でね、これね伏せの方が嫌かな、どっちかっていうと。全然伏せの方だよね、でも普通に考えたら伏せの方をやられちゃいます。あーそっちパターンか、なるほど。目覚めの旋律、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、ふざけんなよ、やっぱ防御力ないわこっち。出さないんだマジ、なんか耐えた、なんか耐え、出さないんだ。あそれつけたかったってこと。え今攻め切ってたら勝てたけどね、攻め切ってたら勝てたけどね、さすがにこのミスはつけ込むしかないでしょう。来た最強のカード、最強のカード来た。でガルドニックスでバチコリぶち壊していく、吹き飛ばい全員、全員吹き飛ばい、よし。で炎王のことを発動、炎王のことの効果を発動、ガルドニックス破壊するぜ、おらこれでループ入った、おらループ入った、おらおら、オッケーか、クリボール持ってんだろうな、クリボールはあるんだろうな、もう一人の俺いけ、あんのかい、あんのかい、もうやるなお前、甘えてねえな、全然甘えてねえじゃねえか、やるじゃねえか、クリボール、こそくな手段を、こそくな、なんというこそくなカード。ガルドニックスで引っ張ってきていて、ガルドニックスパーン、発動しない。さあここで何が、まあ、レビオニアは来るんで、あとはレビオニアで破壊されて、でその後の後続がいるかどうかですね、チューナーいるかどうかですね、あとは3枚あったらいるか、さすがに3枚あったらいるか、さすがに、はい、あなるほど、はいはい、いいですね、まあそれはいいです、全然全然いいです。3枚あったらさすがにいますか、いますか、なんか奇跡起きないですか、ね、奇跡起きろ、奇跡起きろ、あれなんか何もなさそうじゃない、これ何もなさそうじゃない、これよっと生きた、奇跡だ、来た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 1500ありますからね、まあ、このモンスターを突破しながらに、1500盾を用意しないといけないんで、まあ、オルタラとかが、まあ、一応出てきてチューナーいるかどうかなんだよ、結局チューナー一生引けないで事故れ、あチューナーやめよ、チューナーやめよ、チューナーやめよ、チューナーだけやめてマジで、チューナーだけやめてマジで、チューナーだけほんとやめて、ちょもうごめんって許して、ごめん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 って、ブルーアイズ一体ぐらいいんだ多分、ごめん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 って落ち着こう、なんかそのままバトルしよう、そのまんまバトル、よしオッケーオッケーオッケー、なんか生きてるぞ生きてるぞ、なんか生きてる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 ぞ、俺は生きた、生きろ姿は美しい、いやーどうでもいい、くっそどうでもいい、お前あでも役者で破壊できるか、ネフティス破壊しようこれさこれさあ止まった、祈ってしかいない、こっちのデッキやばい、このデッキ祈ってしかないから俺今日。さあお相手の方はユーセン、ユーセンじゃないか、もうすぐ会えるぞユーセン、もうすぐ会えるねユーセン、ユーセンスリップストリームで僕についてこい、君と戦うのは僕だ、
ってやっぱこれいらねえな。なんか炎王獣ガルドニクスもいらねえよこれ。これいらねえんだけどこれ。これいらねえわこれ。なんか弱えもん。これなんか弱えわこれこのモンスター。なんもなってないもんこれ。ただなんか壁になってるだけでしょこれ。これいらねえわこれ。ただなんかでもこれ自爆特攻してさ、ジャンクアタック装備させてなんか自爆特攻したらなんかワンチャンライフ削れるみたいなことないかな。ガルドニクスって。炎王獣出せるでしょこれ。炎王獣、炎王獣、炎王獣。からのなんかいい感じのなんかリクルターみたいなのできないのかな。ジャンクシークロン、あーなるほど。ちょっとゆうせいくんさ、あれある、ラッシュ、ラッシュデュエル、ちょほんとラッシュデュエルだけやめようぜ。ちょラッシュデュエルマジやめよう。スクラップエースまだいいんだ、それ貫通するのは別にいいし、ダメージ倍になるのは別にいいんだよ。ちょラッシュデュエルするのやめようぜ。ちょっとマジで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 ちょっとくるってなってタイミングあったらやばい。うわあるやんこれ。ラッシュデュエルするのやめろってすぐ。結構ラッシュデュエル